数年前にどこかの林の中の小さい川みたいなところで知らない中年男女に手を貸すよう頼まれる夢を見た。探し物を探しているのかと近づくと別の男性の遺体を流そうとしていて、水量が少ないために遺体の半分くらいしか水に浸かっておらず、段差に引っかかって流れそうにない。男女は諦めたように去り、私は目の前の光景と事態への恐怖とその場に来たことへの後悔でパニクって、そこにあった砂遊び用のバケツに水を汲んでは流し続けた。パトカーのサイレンが聞こえて、あ、そうだ、通報しなきゃと気づいたところで目覚めた。ここからは現実の話。後味の悪さを払拭したくて、旦那に地形や私の立ち位置と登場人物の風貌も覚えてる限り細かく話した。ありえない夢だよねって笑い話になって少しは気が紛れたけど、犯罪を隠しているような変な罪悪感は残った。1ヶ月ぐらい後に男女2人組が別の男性を殺害し、川に遺棄したというニュースを見た。現場映像のアングルが夢の私の目線と同じで、景色もそっくり。川も狭く浅く、被害者の体がほとんど水面に出た状態で発見されたという報道で、遺体があったすぐそばに段差があった。容疑者の女の家を映した映像では、玄関脇にある子供のおもちゃがアップされていて、砂遊びのバケツもあった。川に流そうとしたけど、流れず、諦めたという自供もあったはず。容疑者2人と被害者の風貌も、年齢層も夢と同じ。旦那もすぐに、この前の夢と似てない。と驚いて、報道からの情報と夢の話との酷似点が増えるたびにドン引きしていった。偶然にしても気持ち悪くて印象的だったので、その後も何度か夫婦の話題に出たほど。ちなみに行ったことない遠方の土地での事件だった。